なんていうんですか、全体でこう雰囲気を盛り上げてる感じはすごく感じますね、はい、それからあの今日ちらっと映ってましたが、水戸のロッカーのハンガーがその安藤がもらったセットプレー、フリーキックのチャンスです。水戸、武田が蹴ってくる、ファーサイド、こぼれる、シュート決まった。先制ホームの水戸ホーリーホック。まあ、ディフレクションありましたけど、これ1回、まあ、防がれてはいますけど、その後ね、体勢をうまく整えながら、シュートした、その跳ね返ったボールが少し高くなったんですかね、はい、でまあ、肌の今度は左からのコーナーキックになります。キッカーは中村、サイド、サイドセガール吐き出したか、取れなかったですよね。もう完全にファーサイド、これフリーになりましたよね。で逆サイド行ってますけど、成瀬が左足一本で防ぎましたね。これ奪い返しました水戸。いいなら自分で仕掛けに行く、体をぶつけてマイボールにした、シュート水戸に追加点。でそのままのプレーの流れで、まあ、米田が体入れてますけど、まあ、米田からしたらボールを押されたと、体を押されたと。折り返す、これのまま海洋スザール入ってきた、中村のシュート来た、これを、まあ、ちょうどいいところにね、これパスではないと思うんですけど、中村のところに、ね、中に入っていく、杉浦が狙ってきた、クロスバーを叩く、ゴール前こぼれている、ゴール前に入ってきました。武田の左足、ファーサイドヘッド、上田、杉浦、寺沼落とす、つなぐ、宇野木、左足のシュート、梅田のアクシデント、その代わりに投入された宇野木、コントロールしながらもう狙いすましたゴールでしたね。このすごい細かいドリブル素晴らしかったですし、まあ、この宇野木も落ち着いてましたね。うん、フリーなところよく見えてましたよね、これね、完璧に。松沢から海洋スザール、相手に渡ってしまう、寺沼、寺沼セーブ、ここで山田が奪った、もう一度長崎ボールに変わる、マルコス・ギレグメ運んでいく、松沢中に入ってくる、カットインから右足振り抜いた、ゴラッソ、また1点差、3対2ながら、最後はファーサイドですが、細かくボールを触りながらね、中に入ってきましたよね。この中に入ったことでかなりもうある程度決まりましたね。もうこのスピジョップとファンマの2トップに流れてましてね、名倉が右に行きましたね。中村ワンタッチ、中村3対3同点、とうとう追いつきました長崎、中村今日2点目。あのもう水戸選手人がいてて もう関係ないですよね、ワンタッチでも抜いてますから、もうスペースオーバー。まあアディショナルタイム7分を回りました。ここで試合終了のホイッスル、点の取り合いになりました、3対3。